桜川は、千葉県桜市を流れると根川水系の巡洋河川である。桜市大佐層付近に源を発し、京成本線に沿って南西方向に流れる。すぐに潜り、ま門町付近で地上に上がるが桜変電所付近で、再度地下へ入る。区画整理された宅地で地上に出ると、京成本線を越えて北側を沿う。 京成桜駅手前まで800メートルほど完全な海居だが、駅付近は暗渠になり、その後も川口の鹿島川合流地点まで流路は、量が渡された状態である。京成桜駅手前の暗渠海支部より下流下だ1.23キロメートルが、巡洋河川に指定されている。桜川は、中心市街地を流れる、都市排水路を兼ねた河川である。 川口から白洋橋までの1600メートルを回収する計画を策定して1979年度より用地買収を進め、1985年度より着工した。またその一環として1990年度より京成桜駅前で桜川自転車駐車場の整備に着手し、1992年4月に供用開始、翌年度にほぼ完成した。 1991年には台風により一水し、周辺家屋に浸水被害が見られた。特に9月8日には、河川整備が完了していた山崎橋下流で護岸が崩壊することもあった。これを受け河川改修時期を前倒し、国の助成を待たずに早期完成を目指す方針を取り、1995年度に完了した。桜市議会会議録平成3年10月定例会。 ありがとうございます。